はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、エ HOCAD パ o w を使って平面図上からマンホールの位置をですね、現場で測量できるように、XY 座標、それから水平距離と水平角度をですね、拾う手順をですね、お話しさせていただきたいなと思います。で、今回使う平面図なんですけども、こちらにあるように下水道工場をやる平面図があります。 マンホールの位置がこのように3箇所あってですね、このように管路の絵があります。座標を持っている基準点がですね、数箇所あります。これはシーマファイルがですね、あるということで設定しております。それからマンホールのですね、中心点については、今のところ座標がないということですね。このように平面図だけということになっております。ですので、この平面図上から座標を拾ってですね、逆トラバース計算で 現場にマンホールの位置を出せるようにですね、拾っていきたいなと思います。ということでですね、今回の動画の流れですけども、まずエッジ用 c a d p a のですね、まずは CMA ファイル読み込みですね、それから測量コマンドの座標原点位置の設定ですね。 それから図面をですね、クリックして座標値をですね、拾っていきます。で、その後、拾った座標値を元に逆トラバースをしていきます。で、最後にですね、逆トラバースしたその水平距離と水平角度の一覧表をですね、コピーしてエクセルに貼り付けるというところまでですね、お話ししていきたいなと思います。はい。ということで、早速ですね、お話ししていきましょう。まずはシーマファイル読み込みからやります。こちらの測点 一覧表ですねこのツールパネルの下にある測点一覧表のボタンをですねクリックします。そうするとこのように測定一覧表が表示されるので左上のファイルですねこちらファイルをクリックします。イインンポポートをそのままポインターを持って,いて でそのまま右にスライドさせてシーマファイル読み込みここでクリックということですねそうすると座標ファイルの読み込みということでこのように表示されますここでファイルのこちらですね参照のボタンをクリックということであとはここからですねシーマファイルが入っているフォルダを探してですねシーマファイルをクリック しますそうするとこちらファイル名にシーマファイルの名前がこのように表示されますのでここで開くとそうするとこのようにファイルのところにシーマファイルの名前が表示されます初期設定ではですね新規になってますのでそのまま OK とこちらもですねシーマ読み込みのオプションですねこちらそのままでですね OK ということでですねこのようにですね測定一覧表にシーマファイルのデータがですね 読み込まれたということになります。ここはですね、そのまま閉じるということですね。次にですね、座標原点位置をですね、設定していきたいと思います。測量コマンドですね。そして3番の座標形設定ですね。こちらをクリックします。そうするとですね、えー、座標形設定ということで、左上の方にですね、座標原点マウス指示と出ておりますので、えー、設定していきたいと思います。こちらはですね、 平面図の座標の位置と、えー、今読み込んだですね、シーマファイルデータの位置をですね、設定するということなんですけども、今回はですね、こちら t の5番をですね、基準にしてですね、合わせていきたいと思います。図面上の t の5番と座標点の t の5をですね、合わせていきます。まずはですね、t の5番の上で 右ククリックしますそうするとですね、このように測量起点座標を入力というダイアログがですね、表示されます。ここでですね、参照すると、先ほど読み込んだシーマファイルがですね、表示されます。ここで t の5ですね。t の5をクリックして、OK と。そうすると t の5の xy 座標が表示されます。それで OK ということですね。そうすると、図面上の t の5とですね、先ほど読み込んだ t の5のシーマファイルの座標がですね、 一致すするとということになります今回の平面図はですね、深北方向が90度、真上ですね、になっておりますので、この初期セットのままですね、進めたいと思います。深北方向のですね、設定については別動画を上げておりますので、概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひですね、参考にしていただけたらなと思います。ということで、座標形が合いました。そこから図面をですね、 ククリックしててていいっっ座標値を拾っていきます。この状態でですね、平面図上のどこをクリックしても座標値が拾えるという状況になっております。まずは、丸一番の側点編集ですね。こちらをクリックします。そして一番目ですね、図面から拾うですね。こちらをクリックします。そうすると、座標取得点マウス指示ということで、右クリックしていきます。最初にですね、こちら、M1 ですね。こちらのマンホールの 中心点を右ククリックしますそうするとこのようにですね、測点のダイアログが出ますので、測点名をですね、M の1にしていきたいと思います。M の1ですね。で、あとこのように XY 座標が拾われているということですね。はい。これで OK ですね。それからですね、M の2ですね。こちらも右クリックしていきます。こちらですね、もうすでにですね、M の2ということで入力されております。測点の 5B がですね、 数字の場合、次の数字になるように設定されているんですね。ですので、M1 と先ほどのところで入れると、次は自動的に M2 という数字になります。ここでもですね、そのまま OK と。ですね。で、次が M3 ですね。こちらも右クリックと。側点名が自動的にですね、M3 になっておりますね。こちらも OK ということでですね、座標をですね、簡単に拾うことができます。 はい、これでえ座標の取得は終わりですね。続いて逆トラバースをしていきたいと思います。測量コマンドのですね、逆トラ計算ですね。こちらクリックすると、こうし点マウス指示ということですので、まあ、今回はですね、t の4番と t の2番を使って測量するという設定にしておきます。機械点を t の2、それから格子点を t の4にしますか。 ということで、お客トラバース計算、こうしてマウス指示ですので、t の4をですね、クリックしていきます。それから、機械点マウス指示ですので、t の2をですね、クリックします。 こちら右クリックでも左クリックでもどちらでも OK ですねそして格子点と機械点の指示が終わったらですね即接点マウス指示ということですので先ほど座標を拾った M の1、M の2、M の3をそれぞれですねクリックしていきますこちらも右左クリックどちらでも OK ですねまずは M の1をクリックとそれから M の2ですね M の3も ククリックとこれでマンホールの中心3箇所ですね、クリックが終わりました。すべて終わりましたらですね、この一覧表をクリックします。そうすると、逆トラバース計算表ということで、このように表示されます。側点と水平角度、それから水平距離ということで出ております。XY 座標もですね、表示させたいときは、こちら、XY 座標表示をクリックすると、このように表示することができます。今度はですね、この表をですね、 Excel に貼り付けてみたいなと思います。こちら、コピーをクリックします。そうすると、コピーしましたと出てきますので、で OK ということで、あとは Excel ですね。こちらのセルにですね、貼り付けたいと思うんですけども、A の位置をクリックしてですね、貼り付けのボタンをクリックします。そうするとですね、先ほどの 逆トラバース計算表の表がですねこのように貼り付けられるということですね。はいということで、この表をですね印刷して現場に持っていって、あとはですねトータルステーションで測量するという流れになります。まずはですね T の2番の基準点にトータルステーションを据え付けて、T の4番を示準して0セットすると。一応確認のためにですねこちら28.267メーターですね、こちらを確認すると。それからゼロセット としてですね M の1、この16度47分34秒を角度を振って、ですね45.043の位置にです、ねえー、マーキングすると、その位置が M の1ということになります。で同じ手順でですね M の2も0度49分34秒を振って、ですね 15.984m の位置が M の2と、それから212度42分54秒ですね、こちら角度を振って、35.711の位置がです、ね、M の3。 ということになります。これでですね、今回のエッジオ・キャド・パオのですね、座標の拾い方、それから水平角度、水平距離の拾い方のお話はですね、以上となります。最後にちょっと簡単にですね、まとめさせていただくんですけども、今回の動画はですね、エッジオ・キャド・パオを使って、下水道工事のマンホール位置の座標の拾い方やですね、 逆トラバースによる水平角度と水平距離のですね計算をですねやってみました最初はシーマファイルを読み込みますそして2番目にですね座標原点位置設定によってですね平面図と座標位置をですね合わせるという作業を行います次に平面図上をクリックしてですねマンホールの位置 をですね拾っていきますこちらは右クリックで拾っていきますで4番目に逆トラバーズ計算でですね先ほど x y 座標を拾った側点 をを元に水水平平角度とと距離でですね拾うという作業ですねね拾ううい作業最後にですねその逆トラバース計算表をですねコピーしてエクセルや表計算フトソフトですねに貼り付けて印刷をして現場に持っていて測量するという流れでですねお話しさせていただきました一度ですね座標原点を設定してしまうとマンホール以外の様々な位置の座標をですね平面図上からワンクリックでですね 拾うことができるということですね非常に便利な機能ですのでぜひですね使っていただけたらなと思いますはいということでですね今回の動画は以上となります、えー、私のチャンネルはですねこのように土木の現場に関することを発信させていただいておりますもしよろしければですねチャンネル登録していただけたらなと思いますこの他にもですね同じ内容でブログの方もやっております そちらもよろしければ覗いていただいて参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、長時間ですね、動画の方、最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。